<あ>はい、まずはじめに仲間を手当てするアリがいるということですかそはのもう,もうそのまま本来まあ,あの虫っていうと怪我したらそのまま死んじゃうし仲間同士も助け合いはそんなにしないって思えていたんですけどあのもう最近実はこの、まあ、全てのアリが手当てをするわけではないんですけどアフリカの砂漠 サハ砂漠たりに住む、まあ、サハ砂漠付近に住むマタベレアリっていう、うん、結構獰猛なアリですね。なののに仲間の手当てはすで、うん、結構ギャップなんですけどギャップがありますねそんなに日本のアリと大きく変わるわけじゃなくてまあ若干大きくて足とか長くて細長いかなっていうぐらいで、うん、このアリがあのシドアリを食べて生活するアリでただなんかシドアリってそこそこ強いので、はい、アリも。 シドアリの巣を集団で襲っても、あのーまあ、無傷ではいられないっていうところでただ普通のアリはこのアリもともとは怪我しちゃうと大体90%今まで死んでいたのがその仲間がその傷口をなめて、うん、まあもう数十分か1時間ぐらいなめ続けることによってそのあの、まあ、多分感染症を起こさなかったりとか、はい、そういう構成 物質的なものが入ってるんじゃないかって言われたりとか、うん、それで結局、九は九十パーセントぐらい生存率が上がって、まあ中間に舐めてまではほぼ助かるようになって、だって最近発見されて、うん、あの、大体その手当てをする昆虫っていうのは珍しいんですけど、そのありのすごいところはそこだけじゃなくって、はい、まああの何がなんでも全部助けるってわけじゃなくて、もう ないな例えば足の6本中5本がなくなっちゃったとか、はいうん、結構重傷を負ってしまうともうあのこの重傷を負ったアリが自らもう助けなくていいという信号をほか仲間のアリに送って、はい、仲間のアリは助けようとするもののほかの,の助かるアリはじっとして助けてもらうのを待ってるんですけど、まあ、その手,当てを手,手当てをする職業のアリがいるので、うん、分担されているんですね。 ダメだったりは逆に暴れることによってハガマが諦めるまで暴れ続けるっていう結構男気溢れてる。男気はい。ね、もうえじゃあ重傷を負ったら自分のことは助けなくていいから他のそうなんですよ。アリ継承のアリを助けてくれてまあアリ自体がなぜそういうことができるのかってので、うん、アリってあのまあ一匹の女王アリが全部産んでるので、の実際まあこの働きアリたちは自分の子供を産むことはないんですけど、兄弟姉妹の方が仮に子供を産んだ場合に。うん よりもその自分の子供よりも兄弟姉妹っていうこの仲間なりの方が遺伝子的に近いので、はいもうまあかなり自分の遺伝子に近いからこそ自分は残さずに仲間が確実に残る道を選ぶっていう考えの<ー>そういう本能を持っていますね。そうなんですか。か、はい、本能で動いているってことなんです。そうですね。<今>まあでもそのなんか本能とはいえのは非常に社会性があるので、<laughs> うん <laughs> なかなか。<laughs> なんか人間が見てる分にはちょっと、うん。かわいそうになってきちゃいますよね。<laughs> そうですね。はい、ちょっと、そう、あの、この、そのエピソードで映画が作れそうな。そうなんですよね。感動演技しちゃう。<laughs> うまあ、相としては合理的にやっていて、うん、特に、まあ、なんで手当てをするようになったかというのも。あの。その手当ても優しい気持ちでやってるというより、まあ、まあ。なんか、あの、しゅ、産卵数がすごく少ないありで。仲間を。その、まあ、産卵数が少ない割に。 結構アクティブにいっぱいいろんなシロアリの人が襲いに行くのでどんどん減っちゃうんですよねそうすると犬仲間を大切にしないともう絶滅しちゃうのでいる個体に は絶対守りきるっていう意思でやってますね。ものすごいですね。はい、もう、えー、タイムラインでも感心されている声が届いておりますが、はい、まあ福士さんも男気というか切ないけれども、種、はい、全体として考えたら合理的なんだろうなっていう。そうですね。まさに<ー>あの生き物も全部合理性の社会で、最終的に自分の種類を残すって一番の大きい目標があるので、はい、生存戦略、はいそうですね、ということなんですね。はい。はい、ではまず一つ目のお話で仲間を手当てするアリということでご紹介。 スクーはいつでもあなたの学びのそばにいます。豊富な授業を先生や受講生たちと一緒に学んでいきながら、あなたらしい生き方を作っていきましょう。生放送への参加は無料。録画授業も月額980円で見放題。世の中から卒業をなくす。スクー。